こんにちは、こんばんは、はじめまして、ひなつきそうと申します。今回はファイナルファンタジー7のリメイク版ですね、やらせていただきたいと思っております。以前7はやったことあるんですけど、やった内容まではあまり実は覚えてなかったりするので、思い出しつつ楽しんでやっていきたいなと思っております。というわけで始めていこう。で、十分に楽しみたいということでね、ノーマルでやっていこう。はい、一応初見ではないと。ファイナルファンタジーシリーズはやったことはあるということでね。うん、ドキドキする。待って、自分の声がどっからか聞こえる。これだ犯人いた、ごめんね。すっげえ綺麗。絶対実際あるじゃん。これ絶対現実じゃん。え、現実じゃないの？こういうとこはちょっと喋れないでちょっと黙りがちだけど、あー、なんか滑り台やりたい滑り台やりたい。やべ、超かっこいい。めっちゃかわいい。ないで、踏んだらかわいそう。そしてすげえかわいい。なんか来るもんがある。
やばい、どうしよう、楽しそうじゃなくて、もうなんかもうすごい楽しそうっていう気持ちで、もう口角が上がりっぱなしなんだけど。行くぞ、新入り。あっ、あ、いいな。やばちょー、やばくない、やばくないか、すごい、めちゃくちゃかっこいい。止まれ。ああ、何者だ。出番だ。バレットめっちゃかっこいいんだけど、私当時バレットかっこいいって思ったこと多分ないんだけど、うん。四角で剣による攻撃を行います。四角を長押しすると周囲の敵へ範囲攻撃を放つことができます。侵入者か、おとなしくしろ。あー、ちょっとかっこいい、やばい、どうしよう、かっこよくない。あー、でもなんかすごくない、軽やかだよ、すごく。足のステップ、なんか日本語、今なんかすごい動いた。すごい。ねえ、小物もちゃんと、ほら、存在感がある。なんていうの、ただのオブジェクトじゃない、いや、オブジェクトなんだけど、なんていうのかな、なんかすごい、なんかごめんね、こんなとこに反応してる人他にもいたらいるかもしれないけど、私こういう細かいとこすごい見ちゃうから。うん、やっぱめっちゃ細かいじゃん。何事だ。ああ、おい、止まれ。ご苦労様。ご苦労様、かわいい。うわあ、時間経過や四角で敵を攻撃すると ATB ゲージが溜まっていきます。2段階まで貯めることができる。敵を攻撃してってゲージを貯めようと。はい、動くな。にゃあ、消費することでアビリティ、魔法アイテムなどのコマンドを使うことができる。はい、これだね。えい、すごい痛そう痛そう、この感想。なんかすごいね、単性みたいな戦い方じゃないんだ。うんうん、ここで、地図の確認とかをすると。了解でございます。うん、何かにしか、うん、何て書いてあったんだろう、マークが見えない。なんか登れそうなとこってことなのかな。なんかアクションができると。ここで言うならここかな。あー、すごい、かっこよーい。ねえ、かっこよい。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。さすがっすね。わあ、うんうん。R1 でガードか、罰回避でかわす。なるほどね。やだやだ、あー痛い。はい、おりゃ痛いよ。悪くないとかかっこいいんだけど、どうしようもないけど、どうしよう。なんかすごい細かく見ちゃうね私だけだったりして、調べる、話しかける。三角で宝箱を開けたり人に話しかけたりすることができます。うん、ホールドと表示されるときは長押しで反応する。了解。何、どれのこと、これ。わーい、あ、ポーション手に入れました。あ、ある、手榴弾を手に入れました。なんかもうとりあえず端から端まで歩きたくなっちゃう。やだ、絶対キリがなくなっちゃう。神羅ボックス見つけたら四角で剣を振って壊しましょう。ふんふん。宝石などのアイテムやマジックポイントを回復する魔鉱石が見つかることがありますと。どこにどこにはすごい
で、ソルジャーがなんだってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ、名前はクラウドストライフ、武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつか。あ、めんどくさいって言われちゃった。見た目いいから許すって。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。めっちゃ例えるな。例えるな。めっちゃ喋っちゃう。あ、なるほどね。さっき言ったのこれが壊せるってことか。あ、これもじゃ壊せるじゃん。えい、すごいすごい、いちいちちゃんと背中にしまう。細かいとこやっちゃってごめんね。うん、こっちは話しかけれない。はい、クラウドさん頼っていいっすよね。あ、うん、もうすぐ開くっす。ゲートが開けば作戦開始。うん、お腹痛い。お腹ささったろか。クラウドさん頼っていいっすよね。こっち、うん、やっぱ話しかけれないのか。わーい、かっこいいね、バレット。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ない。うん、ウェッジ。ニマニマが止まらない。高い金払う、がっかりさせんじゃねえぞ。うんうん、鼻で笑ったな。めっちゃ綺麗。すごいね。どうしよう、すごいね。なんかすごいねしか言わないぐらいすごいね。ターゲットのロックオン R3 だから右のスティックか。 OK です。なるほどね。やだやだ、君の食事の時間は訪れないとか言いたい。あー、消えて、ごめんなさい、ごめんって。はい、覚悟はいいか。パー、やってやる。あー、なんかすごい食らってそうな気がしなくもない。あー、後ろから食らった。すごい、わかんない。私操作方法に慣れるのに結構時間かかるタイプなんだけど、大丈夫っすかね。ごめんね、死んだら。うん、なんとなく使っときたい気がする。そういえば一時期ポーションっていうね、なんていうの、飲み物っていうのかな、売ってたことなかった。上走ってる。リフトで上に了解っすよ。はい、おお、こっちか。記憶によると私そのさっき言ったポーション飲んだことあったはずなんだけど、美味しくなかった気がする。うん、
こっち？おん。あ、かっこいい。なんかこの動き、いるぞいるぞ任せたの動きかっこよかった。はーい。ぐるぐる回っちゃう。バカバカ待ってます。ほら。いやん。あのね、R って私苦手かもしれん。ガードの R。わあ。わあ。わあ。上からドーンした。えい。当然の結果だ。当然の結果やな。これ壊せるじゃん。えい。あ、MP 回復だって。わあ。わあじゃないよ。別に何も怖いことないって。え、こっちだっけ？私間違ってない道。大丈夫？えい。うん。すごい、いつものね、録画環境と違うものでね、ちょっと、なんだろう、一人でゲームしてる、だけど一人でゲームしてない感じがすごい、なんか、いつも何喋ってたっけみたいな気持ちにはなっておる。こういう戦うのがちょっと苦手なんだけど、上手い人はこういうのに当たらずに倒せたりとかするのかな。どうなんだろう。進むぞ。多分下手って思われそうなんだけど。あ、はい、宝箱。ごめんねごめんね、やりたくてやってるわけではないのだよ。ホールド。うわうわグラドはこっち。え、こ、え、走れ走れ。おいおい、うん、うわすごいかっこいい。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬。うん、マコールは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってな。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。なんとかなるんだ。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。うん、分かった。あ、待って、何回か話しかける。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。エコーがかっちゃった、ごめんね。ちゃんと案内しろよ。はい。ちゃんと案内しろよ。ちゃんと案内しろよ。はい。せかすなよ。おい、ロック解除。お、すごい、ハッキングとかできる人。閉めろ。うん、なんか閉め、あー閉まっちゃった。観念しろ。こっちのセリフだ。なに、かっこいいこと言っちゃって。多分こういうのが鼻につくって言われてるたりとかジレジレすると思うけど、うん。三角を押すことでキャラクターの固有アビリティが発動します。クラウドはモードチェンジを使います。攻守のバランスがいいアサルトモードと攻撃力に特化したブレイブモードを切り替えることができます。にゃ、うんうん。遠距離攻撃や魔法はガードできず、回避を行うと自動でアサルトモードに戻る。なるほど。わあ、なるほどね。隙を
なんか違いがよく分かってないけれど。違う違う違う。さっさと行くぞ。ああ。響く？集中しろ。響いてくれた？おとなしく待っとけ。あ、ごめん。おとなしく待っとけ。ごめん、悪かったよ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。うん、あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。うん。はい、ロック解除。気張っていけ。おー、後ろは任せてくれ。なんかこういうの全部蹴ってあっちの方持ってきたくなるのは私だけかな。えいえい、あ、違う、あ、行っちゃった。あ、待って、ほいほいほい、あ、でしょ。はい、これに何の意味があるんでしょうか。すまんて。こっから先は警戒がさらに厳重だ。手間すんなよ。オッケー。エレベーター下に行っちゃってる。ん？そこのボタンを押して。オッケー。じゃない。もうなんか私三角とお前間違えちゃうね。ティファの知り合いでしょ？うん、好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは、うん、ああ、すごい、なんか映画とかにありそう、出てそう。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。アバランチとはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。うん、現在調査中ゆえ今少しのご猶予。うん、てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。うん、お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことはこのまま吸い続けたらどうなるよ。うん、星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。てめえ、星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。うん、